今日は林くん企画、僕の同級生が1000万ぐらいのベンツだね、あれ。そうっすね。どうせ一発はするんだったらクリスマス仕様にしようかと。そうっすね。おお、なんだこれ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。まあ今日は憂鬱だな、俺。どうしますか。いや、今日来る社長さんね、もう中学校の同級生だけど、社長の唯一の友達。唯一の友達、はい、じゃあみんなでお祭り騒ぎしようぜ、はい、シャンパンタワーやろうぜ、はい、よく電話帳見たら3人がしかない。あれまあね、それはいいんですけど、今日は天使くん企画。これね、俺言っとかんと同級生みたいに怒られちゃうから。そうですね。まあ、天使くん企画で、まあ、僕の同級生が1000万ぐらいのベンツだね、あれ。そうですね。まあ今日仕事の打ち合わせ来るもんで、社長やりましょう。社長なんかちょっとビビってないですか。ビビっとるでしょ。ちょっとじゃあ視聴者まだすごい保険かけてくるね。視聴者は気づいてないけど、これね、あのシコシコよりもっと怖いかもしれない。全然曲のやつそんな怖い。じゃあ視聴者もこいつはやばいでしょ。しかも冗談通じてたから。あ、そうなんですか。それやばいですね。中学校のあだ名、教訓だったんですよ。教訓。社長はちなみに何だったんですか。え、俺ハゲ。笑え。で、いたずら仕掛けようと。どうせいたずらするんだったらクリスマス仕様にしようかと。そうですね。車が車だからね。俺はそれ、俺言ったわけじゃないからね。いや、逆にですよ。中途半端なことしたら悲しいんですけど、うん、本当に心から喜んでくれたら感謝なんですよ。うん、あ、じゃあ子供おるで、子供が喜ぶと。そう。もう派手にしよう。あいつが笑うか。裏剣が俺にバーッと向いてくる。カメラ越し、俺カメラ。見ていきましょうか。そうですね。ね。さあ行くぞー。シルベルトした？します。写真でさ、さっきも見たじゃん。見たっすね。あれだぞ、なんか来るの。めっちゃごっつかったっすね。ごっついし。なんかめっちゃスポーツタイプの。とにかくいかつい。多分色は黒。あんないかつい車でクリスマス感出す。相当難しいんだな。手出すのすら怖いですよね。見たって何で？まあ、何度もくぐり抜けてるんですかね。じゃあ俺でも、ほんとさっきも言ったけどさ、喜ぶと思うんだわ。そもそもいるって。あんな怖い車だったら人が多分寄ってこんない。可愛くすれば寄ってくる。そう。ちっちゃい車がなんかピンポンできたら多分、喜ぶでしょ、人は。喜ぶわ。ただでやったんでしょ。俺の違いですもんね。そう、まあ、一応そう、まあ経緯は社長に、経緯は社長に頼むけどね。まあ心込めてやるんだね。そう正しい反面ちょっと不安はあるんですね。後継者すぎてちょっとミスはできない。何リョウとビビっとんだって。あれはやばいっす。社長もついとって、リョウタもとるもんやね。3対1だぞ。もし万が一何かがあっても勝てるでしょ。勝てるですかね。まああの黒いやつあの黒いやつは拳銃の1個は今ね出てきてもおかしくないけど、あれも出てきたら終わりですけどね。今日はあの車をね、何でも買えると思う。じゃあそれでいいよ。いいっすね。保険は一応ありますね。そう、ついでに俺らも買ってもらうっていう。いい。マジ欲しい。もう着くね。着きますね。よし、着くな。じゃあ買い物行ってきますわ。行きます。お疲れっす。買ってきました。買ってきたんですけど、りょうた見た車。見た。後ろ振り向いて。これやばいでしょ、これ。終わった。S63 AMG。なんか本当に2000万ぐらいするらしいです。すごいですよ、これもカーボンで。めちゃくちゃかっこいい。すごくないですか、これ。軽くなってんじゃない。触っちゃダメなのかな。あんま触る機会ないもんで。手跡がやばい。うわ。V8 エンジン。ブレーキもめっちゃでかいですよ、これ。こんなでかいです。何度も止めれるんですよね。何でも止めれる。どうでも止まる。確かにこれはちょっとビビるね。いや、ビビるっすね。怖くない？怖いっすよ。いや、これガチで怖いっすよ。見た目がちょっと怖すぎるし、乗ってる人もちょっと怖いから。そうですね。どっちも怖いになってるんですね。可愛くしんって。怖いと怖いがぶつかったらね。ダメですね。とんでもないもんね。寄ってこない。寄ってこんからね。テーマは子供が寄ってくるから、可愛い感じにしてあげれば喜ぶ。そうですね。早速、やってきた。やってきますか。もういっぱい買ってきたんで。やってみよう！おう！トリオの準備が完了いたしました。できました。安心安全のハイパー夢ロック。油性のトリオです。安全じゃない。安心安全のね。安心。もう塗ったら剥がれない。10年も実績好評のロックペイントさんから。ちょっと素敵なね、素敵な商品をね、ご紹介したいと思います。こちら、サンタクロースさん。かわいい。貼って塗るだけやもんで、ちょっと多分鍵もそんな長くないから。そうですね。で、これ鈴と雪。クリスマス仕様。ですよね。いいですね。これこんなんペタペタやったら可愛いじゃないですか。とりあえず、やってみますか。時間ないんで。さっさと。はい。怖っ。マジでボディにつけんなよ、ね、絶対つけんなよ。マジでやりたくなくなってきた。うわ怖っ。マジでいい感じ。やっとったら多分楽しくなってくるよ。いくよ。かわいい、かわいい、いいじゃん。え、りょうともそこあかんて。うっそん。うっそん。あマジで本当にパカパカなってるよ、ミラーが。知らんさま、そんな。マジで本当に嫌だ。あ、いい、ね、何かなんだかわからんな、うん、ちょっと、うん、扉もまあちょっとクリスマス仕様にしていきますね。ちょっと飽きてきたな。
買い合い違うのやろ俺。会社に関係ない車っすからね、本当に。社長のお友達の車塗るって相当バカっすよね。ジングペー、ジングペースつかなそんな気分じゃない絶対そりゃ無理があるちょっとマジで俺もヒヤッとしたヘイこんにちはこんにちはやばい会社ジングルベースジングルベース鈴が鳴る何でもしよう。あ、ちょっと真っ暗だよ。ジングルベースジングルベースちょっとかっこよく言ったらちょっとダメっすわ。かっこつけなんだよ。ジングルベースジングルベース鈴が鳴るベースでやばいやばい。勝負しよう。やるっすか。じゃんけんけんぽい先よ。やるなお前。あおいつまらんやないかお前。ちょっと真面目にやったぞ俺。おいいんじゃない。おかわいいっすね。わこれかわいい。ちょっともうペンキはやめようか。飽きたし。飽きたっすね、うん、飾り付け行こう。飾り付けちょっとペンキも飽きてきたから。飽きますの。飽きてきたから飽きてきちゃったからね。あいいじゃん。 いいっすね。いいじゃん。かわいいかわいいかわいい。いいしかもこれ女の方が乗ってる感じですね。ねおしゃれでもう嫌だなもうこの役割。いいこの役割嫌だな。いきますよ、私の名前は黒柳徹子。ピーン。はい、滑ったー。すべてこの人のせいですよ。あ、やばいやろ。俺は時間ないよ。うざいマジで。あ、髪でもいいかな。大丈夫。でも締めはさ、やっぱさ、はい、これじゃない？これでしょ。これベンツの色似てないこれ。そうなんですよ。似てるもんね。わからないよこれ。逆にこれでついとっても。ちょっと話してみ。おいい、ね。いいっすね。かっこいい。はい、完成しました。ちょっと一個一個見ていこう。ほう、見てみて。風でなびいてるから風を受けてなびいてる。かわいいね。あ、かわいい。何よりこの星になっちゃったから星になっちゃったから。そうですね。そう、わからんからベンツね。一応書いといた、まあ、紹介ってことですね。そうなるほど。荷物とか結構詰めんじゃん。そうですね。トラックのメーカーさん5つでしょ。はい、そういうこと。兼ね備えとるですね。そういうことか。これを書いとけば、ね、あー、ちょっと気持ち的にも。そう荷物、はいですね、いっぱい詰めるかなと思って。これに積みたいとは思わんすけど。寄ってこんとは思うよ。寄ってこんとは思うけど、もし来た場合ね。一応っすね。まあ俺は全然やる気だよと。これはあの社長とリリーちゃん。まあ社長がちょっと肩の後ろもあー、どっかな。社長さん全然関係ないんだけど。そうっすね。隠れるか。会議もなる。もうすぐですね。もう12時前なんで、もう多分そろそろ戻ってくるもんで。その前にですね。隠れよう。そんな感じか。じゃあ、タカちゃん、うん、それでいきましょう。次、うん、あ、そう、あ、今日何来た。今日はね、ええやつに来た。ベンツに来た、ベンツ。そう、動画撮らしよう。やだえやだなんでいいじゃん。いやでしょ。そうやね、もうクリスマスやけど、クリスマスの装飾とかするの。クリスマス、チビたちがやるわ。家をうん、家をね。車が車やらんでしょ。宣伝カーじゃないから、やらんでしょ。すごい。車なんかやらんでしょ。やるよ、お前たち。車にやらんでしょ、やらんでしょ。車やるでしょ。やらんでしょ。やっぱ車クリスマスだから、まあ、レンズがレビューちゃんと紹介してる。紹介するのちょっと、じゃあちょっと車の写真、うん、車の写真いい。ゴミだけ持ってみよう。神片付けが大変だ。おお、なんだこれ。あ、お疲れです。お疲れです。出たやろお前。はい、クリスマス仕様ですねこれ。誰がやったのこれ。はい、何やったのお前。これクリスマス仕様ですよ。ペンキじゃねえの？これペンキです。誰やったんこれ？はい？誰やったん？僕らやりました。なんだ僕らってお前。はい？誰の従業員なんだお前。社長っす。社長がらしいじゃんって。俺の見て、いやちょ、お前ら、はい、俺やよ。車のレビューだけさせてって言ったじゃん。車のレビューするって言ったでしょ。え、撮ったやつじゃん。ちょっと普通にあのクリスマス仕様にしていいって感じで言われて。なんで言われてお前やってることとあかんことがあるんじゃねえのこれは。社長言っとったじゃん、カメラの。そんなこと言うわけねえよ俺が。ダメだろう。え、社長が言ってたんですか。社長が言ってたのもやることと全部やるんかお前。でも、はず取れます。取れます。これ一応フィルム貼ってあるんで、それ取れるっす。やばいお前ら、そんな悪いでしょ。すいません。俺こんなことやれって言ってねえやん。デビューやろうって言ったのに、これはいかんわ。宣伝感になってるかよお前これ。もう一回ちょっと、高橋さん。すいません。じゃあ、荷物持ってますんで。じゃあ、ほんと違う。すいません。これを。すいません。取れるのこれ。
撮れます、撮れます。フィルム剥がして、ちょっと絶対汚さない、お前。これさっき、これから撮ろう、あの、傷ついちゃうから。すいません、本当に。すいません、本当に。すいません。一応こっちもでしょ、ほんで。そうですね。でも、本当すぐ、絶対ボディについてないんで、それだけは。取れます、本当に。すぐ取ります。剥がそう、剥がそう。はい、すぐ剥がそう。おお、お前ぶつけたら気をつけたぞ。ちょっと、これ貼っちゃうと。やばい、やばい。です。何取れるの？取れるこれ？ドッキリじゃん。ひどいでしょこれ。ドッキリだね。お前これ不思議だぞ。俺なんもこんな指示出してねえやろ。思いっきり。なんでそんなこと言うの？俺こんなこと言ってないよ。ちょっともうマジ顔。ちょっとやばいでしょ。なんか。さっき俺ちょっとやもうこれ持ってきかせるってドッキリって声で普通にいつも言うじゃん。声で言ったらマジ怒るやつだな。ちょ、俺急遽部屋取りに行ってきたよ。はい、お疲れ様です。社長、ダメでしょ、ドッキリのどこ行くのかな。でもすごいね。そうですね。これ絵描いたのこれ。いや、あの、語りますよ。ダメだろ。てれーダメだね。冗談だよ、冗談だよ。社長、昼飯ゴールデンいいですか。ダメだろ。謝れお前。ダメだろ。俺ここまでやれなんて言ってやろ。はい、じゃあ今日は業務会社社長だね。設備屋か。設備屋社長さんのベンツを応募、ドッキリじゃないですけど発達しようにしてみたら社長は怒るかどうか、はい、まあ、答えは怒ってないんですね。怒ってます怒ってますはい、チャンネル登録といいねお願いします。また見せてね全然しょじゃあ、すぐ取れてる。すぐだよ、やばい。取れるか、でも本当に。絶対取れる。これ取れなかったら、また弁償だぞ。取れるか全然ないか心配そうな顔取って。大丈夫だよ。いや、大丈夫。もう一回やってもらう。やりすぎやで、自分。失礼しました。いや、俺もだって何買ったかも見てなかったじゃん。びっくり。かわいいから、思いっきり。久々に面白かった。いいですか。優しいな、優しいな。まあちょっとあのせっかくなんでファンにあのレビューも出しなおか。いい、タカちゃん。エンジン音聞きたいね。エンジン音聞きたいね、タカちゃん。ちょっとじゃあカメラ持ったら。